とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていこうと思います。そう、闘志の締め具ですね。アップデートで弱体化されました。攻撃速度が 15% ほど低くなったんだよね。昔ほどの火力は出なくなったのかもしれません。でも実際今でも使えるのかどうか今日は試したいと思います。行ってみましょう。それでは行ってみましょう。今回がモブ速度が 30% 増加して、おい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 、危ねえ危ねえ危ねえ。モブ速度 30% 増加の雲に置き換わる。でプレイヤーが成長を持ってるですね。あ、なんか全然倒していける気がするぞ。おう、いやいや、気がするだけか。今のところは別に問題ないですよね。この締め具のいいところっていうのがあれだよね。トゲが対策しやすいところがいいよね。うん、他の武器だったら一発一発がでかいから、トゲって気づいた瞬間にもう死んでることがあるのよ。でも締め具は一発一発が軽いんで、トゲが出てきた時に気づきやすいのよ。うん、だから対策やりやすいんだよな。うん。おこれいきなりキャプテンがいるね。いるよ。ちょっと待って、えらいなこれ。いや全然いける、いける、いける、使っていけるよ。神秘なんだ。40% 減少。でもまあ、パワーポーション使えば、そんなないでしょ。大丈夫、大丈夫。いけ。あ、回復するよ。おう、まあまあ、ウィザーを着てるっていうのもあるかもしれないけども、全然回復しちゃいますね。ウィザープラス、輝きで。はい、脅威。まだいるかもしんない、これ。ちょっと先の方まで行ってみましょうか。あー、矢がちょっと少ないかな。いなかったー。あのね、15% ぐらい攻撃速度が下がったって言ってるけど、あんまり体感としては気にならないかな。いや、相変わらず強いよ。相変わらずの強さだけどね。うん、前がちょっと、なんだ、異常に早すぎたのか。いや本当に全く俺的には全然変わらない気がするんだけどね。危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。もうそんなに変わりないよ。全然倒していけるし。おう、いや十分強いと思うよ。まだまだやば。おうおう、やっぱエンチャントをねある程度厳選してれば全く問題なくいけます。うん、リフレッシュがあった方がまあまあ乗り越えやすい場所はあるんだろうけども、いや全然輝きとビザこの装備でいけるね。全然対応できてる、余裕。ああ、ちょっと待て、どこだキャプテンは。あそこか。じゃあちょい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 、雲雲雲、オッケー。なんだ、おお、今回キャプテンいるね。むちゃくちゃいい感じでキャプテンがいてくれてます。よっしゃ。なんだ、あー、いや、ちょっと待って、えぐいのついてるな。ひどいのついてるよ。よし、回復しろ回復。いやいや全然いける。しゃあ、で最後の神秘なんだ。出たー、ナイトモード。いやでもまあ一応全部取りましたね。おお、6個全部ありました。じゃあこれでクリアしてみましょう。いやー結構きついね。結構きつい。ダメージ 40% 減少の HP40% 減少だから相当つらいんだよね。 OKOK、 まあ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 、行ってみましょうよ。本当ね、クリーパーのね、
多分爆発一撃で死ぬのよ。だからこのナイトモードで急に湧いてくるクリーパー、あれにはマジで注意しとかないと死んじゃうね。オッケー、いけてる。すっごい叩くけどいける。よし、クリアできるよ。これはボスまで来ました。むちゃくちゃきつい。むちゃくちゃきつい。やっぱりね、クリーパーの爆発一発で死ぬ。死ぬ。これはもうリフレッシュがあるとかそういう問題じゃないね。オッケー、じゃあラストいっちゃいましょう。もうとにかく攻撃力が減る。うわやっべえ、これやけどもやばいのよ。しかも棒も突きってやーべえ、これは耐えれないのよ。やけどはね耐えれない。ちょっと待て待て、うわきつい。おいおいおい、ちょっと待って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 待て、あぶねあぶね、エンチャンターエンチャンター、あぶな。もう相当つらいよ。ちょっと待って、まず壁を背にして戦おうじゃないとこれ無理無理。ほんと囲まれたらね速攻死ぬのよ。あぶねえ、まずはエンチャンターからね。よし、ちょっとこっちにも俺やろ。あぶねえ、エボが出た。あぶねえ、どこどこにいるか分かんないけど HP が減ってる。そこか、しゃあ。オッケー、あとはザコをちょっと倒すだけ。ここら辺か、どうだ、終わった。いや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 、これはねエンチャントがきつい、敵の。はい、ではクリアです。きつかった。はい、それでは戻ってきました。今日はですね、弱体化されちゃった闘志の締め具使ってみましたけども、俺的にはね全然変わらない。もう今まで通り普通に使っていける感じですね。まあ、確かに、攻撃速度は若干低くなったのかなとも思うんだけども、いや全然強い。あ、間違いなく強いので、今後も使っていける装備ですね。でエンチャントは、うん、やっぱりこれだね、旋風衝撃波輝き、この3つは強いよ。この3つは本当に強い。締め具との相性抜群ですね。でこれプラスもう1個入れるっていうならば、そうね、追い打ちとかクリティカルあたりがいいんじゃないですかね。重力入れててもなんかあんまり強いっていうイメージはなかったかな。いや意外と役に立ってたのかな。うん、まあとにかく旋風衝撃波輝き、このセットで使うと間違いないです。まだまだ使っていけます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。